イ選手の方が何気なく受けてきました。あー広角の広角のヘッドスピン、トゥーップ、アライザー、やっぱり一つ一つの、ね、技が重いですね。関西はバックドロップなんて本当にいい技だと思いますね。ビッグバットもありますね。ダイビングヘッドボットね、意外と飛ぶんです。この人が山田もよく見ていた。本当にあのこのクラスの試合になるとあんまり絵に描いたような得意技をやらせてもらえないですね。ね、入れないですね。相手も分かってますね。そういう意味でじゃあ AWP と現状の戦いがもうね、かなり成熟度が増してきて、これからどういくかというところが来てるんでしょうけども。今のエンジーはだいぶ現在かなり効いてるですね。皆さんもう一発いきますか。いった、これ3つぐらいやるんじゃないですか。倒れない関西、しかしもう一発、これかなり的確にヒットしてるんじゃないですか。4発効きましたよ。これは関西大丈夫か、危ない。中国ケタ、中国ケタ、ちょっと表情が映りましたけれども、ああ、うまい、素晴らしい、かなりアップが素晴らしく、腕がぐるっと巻きついた、関西、あんまり生きていたか、ね、ガリアップやるタイプじゃないんですけどね、山本選手ね、しかもね、上背ありますからね、関西、よく取りました、もう一回切り返して、なんだー、おエルボーですね、アイルンエルボー。さあ十分このセンターを的確にヒットした。これでもダメ、これでもダメって感じですね。やっぱりダイナマイト関西からホール取るっていうのは大変なしないと大丈夫でしょう。普通の私は変わらないですね。アリさんがラジャーをしてマダレスキの終章としから取ったときのねホールでした。あとこれを、あれはヘビー級の一戦でしたね。すごいシルフの感じスパンハンセンの試合みたいな感じですね。あーっとこれはシャーフラー君に、この辺りは後頭部、そして早いから危ない、おっと危ないですよ関西。いやいや山田波状攻撃ガンガン行くの山田、関西かなり効いています。どうでしょう、関西危ないんじゃないですか。いやでもどうですか。あ、来ましたね、ダイビングスピン、スピンのブレーキブレーキですね、はい、オーストローブレーク、冷静ですね、本当ね、あんまりポジショニングがしっかりと、はい、結構、今のが冷静だったんじゃないですか。このメイクさあーっと、リバースボリースペシャー、しかしそうはいかないか、うまく前向きんだ、そろそろ、あーうまい、水面切りですけど、あーっと逆に今度は、あーっとすごいファイルドライバー、仕方なく前に突き落としましたね。このワールドクラッシュマウンテンの体勢に入れなかったのでファイルドライバーに行ったんでしょうね。さあ今度こそ得意のポーズが出たぞ。あーしかし足をバタバタして上がったってことですね。さあ山田も、山田もすごい技を持っている。すごい、あーうわー今日は強い、今のは確かにハイプロモーションみたいですね。割とあの山田選手の方が技切りですよね。まだ大技があるじゃないですか、関西選手の方が。ボディスラブ、何を持ってくるんですか。おエルボー、エルボーですかね、リバース、エルボー、すごい飛距離だ、カウントボーク危ない、ここエルボーの珍しいんじゃないですか。メドシーやってますか。重いですよ、パワーボム系の前にあれがあったんですね。何か狙おうというダイナマイト関西、ちょっとこれは
ロップだ。あ、うまい。あっと、これは一撃で山下さん。うわ、返していく。あっと、危ない。同点って感じじゃないですか。エスプラッシュマウンテンでダイナマイト関西選手の攻撃でございました。はい、こっち逆やくる。ありがとうございました。